こんばっちー、8チャンネル始めていきます。今日はサクサクスして久しぶりに再現選手やっていきたいと思います。今回はルーキーイヤーにサイクルヒット達成、横浜の牧秀悟選手を再現していきたいと思います。右投げ右打ちのセカンド、フォームはオープンスタンスの9、好きな球団はもちろん横浜 DeNA でやっていきたいと思います。そして今回目指す能力はこちら、弾道が3、ミートが E、パワー C、走力 D、肩が C、守備 E、捕球 E。 特殊能力はサクサクセスなのでランダムになってしまうのですが、流し打ち、固め打ち、選球眼、そして走塁 C を狙っていきたいと思います。ルーキーの査定としては高いのですが、今年の活躍を見たら来年のアップデートが楽しみなので、少し覚醒したバージョンを狙って作っていこうと思います。ということで今回の持ち込みカードはヒーリングカードと、能力を整える上で使えるエクストラステージカード、禁断の第6ステージカード使っていきたいと思います。それでは頑張っていきましょう。はい、ではやっていきましょう。ドン、星86、弾道2ナイス、セカンドなのでパワー20から30、守備30から40、それ以外25から35の差と。でオースティンさんですね、まずはあって補給か、なるほど。オースティンさん開幕がね、入国遅れた影響でマキさんが開幕スタメン、しかも3番ですね、ルーキーで3番を打つと、それでね今でもスタメンを張り続けてる、それは素晴らしいことですよね。マキさんの簡単なね紹介これからしていくんですが、ちょうどねオースティンさん出てきたのでね、タイミング的には良かった。よし、ナイス、弾道、肩肩、あ、いいねいいね、肩とパワー、そして弾道が出てきたのはありがたい。おー、なるほど。そしたらこうだな、で補給ももう上げないで、ミートもねあまり取りたくないですかね、ミートじゃないや、守備なのでこんなもんかな、肩1個残しぐらいで、はい、いい感じです。 OK で能力なんですけども、ちょっとねまだ低めの査定、まあルーキー、そしてアップデがねまだそんな多くないから、能力としてはまだちょっと低いんですけど、それでもね立派な初期値じゃないや能力かなと思っております。今年の新人王争いね、果たしてどうなるのか、本当に本当に楽しみ。あー、どうしよっかな、あ、肩肩ここ出てきてるね、肩肩行こう、ナイス、強心太陽さん、守備かってなるともう守備はいらないかな。うわー、弾道下げた、マジかよ。 OKOK、 能力は整ってきている、整ってきているが弾道を下げてしまったのが痛いぞ。弾道がない、どうしようかな、走力いってもいいな、超回復 OK で、守備はねもうあまり上げたくないと。あ、ここの肩いって終わるか、戻るか、オール一致、よしよしよし、ここで欲しいはパワー超人伝、偉人伝、おっと広角満塁、悪くはないんじゃないでしょうか、広角ね、マキさん、強い打球がね、流し打ち方向には強い打球打てるかちょっとわからないんですけども、もちろんみんなの方がね知ってるかなとは思うんですが、それでもね流し打ちという特能を持ってるんで、流し方向も打つことができるといい感じです。特化マスがなくて、あとパワー上げていきたい、パワーを上げていきたいが、パワーが2個しかない、ちょっともったいないな、どうだ、肩はもういい感じになってこうでしょう、で走力上げて、あー、これ上からしかいけないか、意外性さんとバントよくくれる人減少、おっと大丈夫か、パワー、野球超人伝弾道入り、ナイス、あー、これ全部ワンランクアップ狙えるね、これ全部能力ワンランクアップ狙えるぞ、あともうパワーだけだよね、
パワーと、まあ、走力が今それ通りになってるから意外性でしょ。走力ダウンミートで選手にあってミート対応、ああどうだろうね。どっちもねついてないんですよね、ミート対応も強振対応も。なのでうん、うまく打つことができるというところを考えるとね、いいかもしれない。お、特化マス来た。博士、今回はね、いらないですね。全能力ワンランクアップであれば、今、かなりいい能力になってるので、あともうこれで、パワーに変えて、来た。最後、エクストラステージで何を整えるかだね。うん、水木さん。いやー、マキさんといえば、ちょっと紹介遅れたわ。ルーキーで、開幕。新人3番。そして、サイクルヒットも達成と。もう、すごいことよ。ルーキーでね、どの年でもすごい。サイクルヒットは。それをルーキーでやってしまう史上初の快挙。えぐいっすよね。で、今シーズン、撮影時現在なんですが、ホームラン21本の打率が2割8分9厘と、打つのもできる。文句なしですよ。走塁と、あと、鬼地か。これ、パワーここ取って、やべえ、カレンさんがやばいとこ来てる。オッケー、カレンさん回避。あ、もう、ね、エクストラステージ行かなくてもいいんじゃないのってぐらいの能力になったわ。オッケー。いいぞ、いいぞ。ね、全部ワンランク。いや、走力だけワンランク上がってないね。走力だけワンランク上げれば終わりじゃないかな。さあ、最後ね。余計なことはするなよ。余計なことはするなというね、初手がそれかと。じゃあ、ミート一回上げて、これで、あれ？ヒーリング持ってるよね。ヒーリング持ってますよね。持ってるけど、働きたくないドンと。はい。あとは、1,2,3,4。これで終わりかな？はい。いかがだったでしょうか？マキさん、すべてにおいて、ワンランクアップ。完璧じゃないでしょうか？いや、気持ちいいね。久しぶりの再現選手。ということで、各種設定、行ってきましょう。はい、各種設定してきました。旧暦大学卒業の背番号が2。98年4月21日生まれのプロ1年目。顔はマキさんになっております。ということで、いかがだったでしょうか？今回すべてワンランクアップの覚醒バージョン。気持ちよく能力も上げられて、次のアップデではこんな能力になっていることを期待しましょう。今回は再現選手なのでオートペナントはありません。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。